昔は20代前半から中盤までスポーツもずっとバスケットやってたんで、お腹も腹筋しっかり割れてたんですけど、その後からやっぱりこう運動しなくなり、まあお酒も飲むようになってから、お腹周りの肉付きがこう緩んできてしまって、こう腹筋の割れとかが見えなくなってきたなと思いつつ、まあコロナになってこうご飯を、ね、たくさん食べたりもするんですけど、しっかりとこう筋肉がなくなり、体が重くなった感じで、洋服を着ててももうすでに分かるぐらいちょっと膨らみが感じられるので、最近ちょっと悩んでますね。動きたいと思って行く部分にこう筋肉がすごい圧縮されるんで動けないんですよ、そっちに。なんでそれを無理やりこう、なんで引っ張られながら自分で行ってるみたいな、重りをつけた状態ぐらい筋肉がこう引っ張られて、なんでこうさっきしゃがもうとしたりとかこうしようとしてて、ずっとこうなっちゃうんですよ。それを無理やりなんか伸びて、続けられそうな感じ。これは続けられそうですね。楽しいです。ただ自分でこう筋トレだけしてる、そう戦いじゃないというか、はい、自宅推奨系ですよ、これは。